お前がそんなだからガキも使えねえんじゃ。なんもできねえんだから金づるくらいにはなれよ。おら。トロくせえからそうなるんだよ。誰かが言っていた。お母さん。ダメよシオ。触っちゃダメ。危ないの。ママがやるからいいの。これはね、ママがたった一つおじいちゃんとおばあちゃんにもらったものなの。でも着方がわからなくて結局一度も着れなかった。シオが着たら素敵なんだろうな。お化粧して髪も結ってシオがお嫁さんに行くときこの着物を着たところを写真に撮って。おーい、めちゃくちゃ気持ち悪い。いつかあいつが死ぬ時もそれまで耐えればいい。私は一人じゃないもの。心の支えがあるもの。ママ頑張るわ。可愛い子たちありがとう。笑ってちょうだい。そばにいて守っていつか三人で幸せに。やだやだやだ。殴られる、ぶたれる、血が出る。痛い痛い。苦しい。怖い。誰も痛い。無視してた。お父さんお母さんごめんなさい。私が悪い。何も分かってなかった。どうしたらでも男に捨てられたいから。先が見えない。これ外に出たのしろ。他の人と会っちゃダメって言ったのに。会ってないよ。あんたは分かってないのよ。外がどれだけ怖くて大変なところなのか。あんたがそんなだから全部うまくいかなくて、お金もなくなってもうダメ。もう全部今まで悪いのは全部私なの。ごめんね。いい子いい子。痛いの痛いの。飛んでいけ。ありがとうしよう。お母さんは何人もいるみたいだった。怖い人、悲しい人、優しい人。大丈夫。ダメだよ。このままじゃきっと壊れちゃうよ。どこにあるの？この瓶を直してくれるものは。お母さん、私お外行きたい。連れてって。何？お母さんと一緒なら大丈夫でしょ。お願い。きっとここならある。お母さんの瓶を直せるものが。お母さん大丈夫だよ。私が何とかしてあげるから。取り替えちゃえばいいんだ。お母さん、あれ。シオ、だってお母さんに笑ってほしいから。だってそれじゃお母さんが壊れちゃう。わけのわからないこと言わないで。なんで私の言う通りにしないの。勝手なことばかり。もうあんたは何もしてダメ。何もしなきゃ何も起こらないよ。そんなのダメだよ。シオ、行こ。どこに行くの？ねえお母さん。お母さん。さよなら、シオ。もういらないのよ。あんたはもっと早くこうすればよかった。